ダウンなんですかそれ。ダウンです。ダウンジャケット。まあ、これがなければもっといいんですけど、目的にはね、目的には。でも、すごい。あ、いいと思いますよ。悪くないです。フィルパワーとかが強いとか。フィルパワーはね、800。意外といい。いいっすね。ノースフェイス、それで多分700とか。あ、これで、サミット。じゃあ、そっちの方が暖かいんですね、もしかしたら。あ、いや、ま、同じぐらい。それは一応ダウンジャケットっていうか下着なんです。あ、インナーダウンみたいな。同じような感じですね。うん、でもこっちの方が薄いかな。インナーダウンってことか。それも一応インナーダウンなんですか。それ、いや、これは一応クライミングができるっていうアルパインなんとかダウンっていうジャケットやつなんですけど、そんな分厚くなく、まあ、このままクライミングできますよ。ああ、伸びるしみたいな。まあ伸びます。まあダウンだから。ああ、寝袋みたいな伸びる構造ではないんですけど。ああ、なるほど。ダウンジャケットって基本的にこう動きがいい。いいっすね。これは意外と使えると思いますけど、あのベースでしか使わない。ベースっていうか、それも同じですね。これはラインインナーですけど、インナーダウン。インナーダウン。だからこれ着て、まあ、シェルを着て。ああ、なるほど。山登りですか。うわ、すげえ。